よいしょ。今年最後の荷物、実は2日前ぐらいから来てて、まあ忙しくてっていう理由があって、この上にどん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 あのお客さんから預かってた靴箱とか箱とか置いてたら、取ってた存在を忘れてましたね。最後の SI ザックス、よし、緩衝材店ですか。ブリガー、うわ、またお金払わないと。皆さん買ってください。基本的に靴ひもはこのペダックの靴ひもを使ってます。まあロー引きも結構細くてね、いいと思うんですよ。こんだけ40足分ぐらいあると思いますけど、ロー引きの紐とかは三等にとかね、ああいう細いやつには向いてると思うので、まあこれはこれと、あとはまたブリガー、そしてブリガー、そしてブリガーってやったらずっと永遠なんですけど、今日はね3個しか取ってないっていうのと、これだな、まだ出てくる靴紐、あとは1909クリーム。これはね、うちの方は結構出るので。今回はこんなところですかね。数はあんまりないですけど、結構、あ、靴紐がね、メインって。あとは、お電話がかかってきちゃったんで、年末のご挨拶か。年末のご挨拶っていうのと、まあ、買ってくださいってことですよね、きっと。コロニル。あんまりなんていうんですかね、靴をすごい光らせるとかそういうのではないんですけど、まあ本当にシューズケアとか、ああいうアディダスとかのね、スニーカーの OEM とかやってたり、まあそうですね、今ね、うちの問い合わせのスニーカークリーニングとかこういうのも多いんですけど、まあ、正月とかね、そういった時に試しにやってみるのもいいんじゃないですか。基本的には傷めないような素材とか、そういったのをね、売ってますので、なんかコロニーの宣伝になっちゃいましたけど、最終便がこれぐらい来て、どうでしょう、靴ひもはね、うちの店だと見えないかいかんか、靴ひもはだいたいどうでしょう、1月で30本40本ぐらい買えれるといいですよね。でも長さが60、75とかそういういろいろあるじゃないですか。焦げ茶、茶色とか。なので、まあ、これぐらいの靴ひもね、一月、二月でなくせるといいなって。これね、かさばるんですよね、これ。この中も。ほら、こんなに入ってて。あとね、多少ロット数によって色も違うので、まあ、こういうのはあんまりたくさん在庫持ってると、まあ、はまっちゃいますよね。あんまりたくさん在庫持ってると。まあ、焦げ茶がね、空気に触れるとやっぱり色変わるんですよね。まあ、てな感じで。まあ、今回は、品出しなんて言うんですか、品出しに近い感じですね。それではまた。